上杉茂貞は、江戸時代中期の大名、出羽国米沢藩八代藩主、上杉宗家二十四代当主、享保五年、五代藩主、上杉義則の四、男として誕生した。享保十九年に、長兄、宗則、遠京三年に、次兄、宗房、と二代の藩主が、相次いで死なくして死去し、三兄の定地位はすでに後継旗元、 畑山家を継いでいたので、延教3年9月26日に家督を相続した。同年12月5日に元服し、江戸幕府旧大将軍、徳川家重の返帰を受け、茂貞と名乗り、十四人した、自重、大井の神に助任した。関炎元年に、尾張藩八代藩主、徳川宗勝の娘であるとよ姫をめとる。米沢藩では、元宝が相次ぎ、 四大藩主、綱則の末期用紙としての修法を認める代償に十五万国にまで減報されたが、藩主飯放ちを行わなかったこともあり、犯罪性は極めて劣悪であった。藩延三年以降から、それまで臨時的に行っていた藩主からの藩地借り上げが常道化する。法歴三年に村山軍のあず領を変えて、越後国岸戦軍に割り替えとなる。 その一方、東栄山官映寺中道部新鉄代を幕府より、命じられて工事費57,400両を費やした。加えて、法暦5年には藩内を大凶作が襲い、凶作被害損こう7万五75,820国余りとなり、城下で原方州に先導された百姓による、不承託の打ち壊し事件も発生する。また、法暦10年に青素騒動が起こる。 反省は、藩主、重貞の信任を得ていた、武行筆頭の清野内前秀助が、清野が引退後は、与板組出身の側近で、後に、軍大将、東取兼古将を頭となる、森平衛門里誠らによって牛耳られていたが、領民の反発を買って、法歴十三年に、森平衛門は、竹の又正綱に呼び出されて視殺される。そしてその一派は粛清された。それでも、 犯罪性の苦しさは変わらず、法歴十年に、竹の股の出した信言に従い、尾張藩を通して、幕府に、ハン返上の上、領主を辞めるということを相談し、法歴十四年一月にはこれをいめられ取り下げている。このような財政逼迫の状況の中、法歴九年に、日向国宝部藩六代藩主、秋月種美の次男、松三郎を養子とする内訳を結び、 法暦十年に実施が生まれたのにかかわらず、養子師として迎えた。これが、上杉春典である。また、範囲の荒品昇白の勧めにより、細い兵衆を招き、明和元年には春典と共に抗議を受ける。明和四年四月二十四日、多病を理由に春典に家徳を譲って隠居した。そして、森平門を残殺した、竹の又摩擦ならを徴用した、明君。 溶山の改革により、米沢藩は再建されることとなる。隠居後は米沢に移って、大殿様と呼ばれ、隠居所の南山間で暮らす。天明3年に南山間が消失すると、天明5年に快楽館を新築して、そこに移る。この隠居所の火災と新築は、天明の基金や春のりの隠居所建設と重なったこともあり、犯罪性に打撃を与えた。 完成10年、死去。去年79。大武漢掲載の法歴13年の江戸武漢で見られる、塩家心。役職は、武漢掲載の役職。は、上杉鷹山のすべてで補足。侍組分量家、用人、白氏、上杉忠丸付役。ありがとうございます。